お世話になります。ひとりでございます。ダイパリメイクの発売が近づいていて、ワクワクして、ひとりごとでも、ダイパ、ダイパ、ダイパ、って言ってる人は多いと思います。で、そんだけダイパのことばかり考えてしまうと、ひとりお前、くっつきまりのマグやれよ、このクソアゲチビデブガリクソカス、クソミジンコアマガッパが、と、ついつい、てしまいますよね。どうやらこのくっつき針バグというのは非常に危険らしく、ダイパファンの方はダイパリメイク発売までに復習しておきたいと思っていることでしょう。私は完全に初見のため、このバグの危険性に魅了されすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく危険性に魅了されたり復習したくなっていると思いますので、今回はダイパのくっつき針バグをやってみたいと思います。はい、ということで、ノモセセデーに来ました。ここで、くっつき針バグどうやってやるかと言いますと、バックからですね、もちろんくっつき針バグですから、くっつき針を、使うわけでございます。これ効果何かというと、持たせると毎ターンダメージを受ける、自分に触れてきた相手にくっつくこともあるという感じでございます。で、これを当然持たせるわけなんですが、持たせる、それで、まあ誰でもいいんですが、まあアルセウスいるんでね、アルセウスに持たせていきましょう。まあ、ちなみにこのアルセウスはね、バグで入手したやつです。あとはサファリパークに行くっていう感じですね。なんでそこでできるんだよっていう話ですが、ちょっと私もよくわかりません、そのメカニズムは。で、500円でポケモン取り放題、サファリゲームに参加しますかということで参加していきましょう。500円いただかれて、30個ボールを受け取りました。それで、バグらせに行きます。はい、ここでどうするかっていうと、普通にポケモン戦えばいいだけですね。戦うって言っても、はいはい、ちょっと待って、ハマるなよこんなとこで、戦うって言っても相手出てくるのは、普通のポケモンですが、こっちは普通のトレーナーなので、ポケモン出さないんですよね。なので何もできないと。じゃあどうすればいいかっていうと、ここで餌を投げたりするわけですね。で、それでその間になんかバグが起こるらしいです。それで どうなるかっていうと、あ、ほら、こんな風に、ああ何これ、初めて見たやばいっしょこの段階でめちゃめちゃバグってる。どっからあのメーター出てきたの？だってさ、あれ普通にさ、例えばアルセウス出したって、あそこの位置に HP のこのメーターみたいなの出てこないですよね。だからその時点でおかしいんだ。ウバーに餌を投げた。はい、ここで、でも逃げられちゃったら終わりみたいなこと書いてありましたね。だから必ず、これ逃げられないようにして、その間にちょっと瀕死にならないといけないらしいですね。あー、逃げられちゃった。うわ、これ結構時間かかるぞ、意外と。意外とこのバグちょっと大変かも。あ、でもそっかそっか、これでダメージ削られてんだ。今アルセウスのダメージ削られてましたね、下画面に書いてありましたけど。あ、だからちょっとずつでいいんだ別に。あ、ミスった、サファリボール投げちゃった。バカした、逃げるなよ。ああ、これでも食らうんだ。あ、別に、そっかそっか、餌じゃなくてターンを経過するだけで普通にダメージ削られるから、別にボールでもいいんだ別に。まあ餌の方がいいけどね、当然。くっつき針で、ダメージをガンガン受けていきましょう。あー、逃げられたね。なかなか難しいね、すぐ倒されるってのも。はい、ここで、この時点でもう超大バグだけどね。逃げられた、一発で逃げられたわ。ミスった、またボール使っちゃ、捕まんのかい。逃げられた、逃げられた、なんでこんな逃げられんの、ひどいよ。はいはいはい、あ、ダメージ食らってく、結構時間かかんね。ダメだ。はいはい、あともうちょっと頑張れ。あー、逃げられた、逃げられて、おい、また逃げられた、運悪すぎでしょオッケーオッケー、あともうちょい、あともうちょい、逃げられた、なんで。はい、食らってく、もうやられんじゃん、あと1回か。ここで逃げんなよ、頼むよ、来いよ。オッケーオッケー、よし、いった、くっつき針でダメージを受けた。どうなるどうなる、これで、はい出た、これマジか、またあれじゃん、これソーラービームバグみたいな感じこのね、怖い和音がずっと響くっていう怖すぎでしょこれ。皆さんしばらくちょっと聞いてみてください、これ完全にバグりましたね、これ何も動かないです、ずっとこの状態。しかもさ、よく考えればさ、あのさ、ダメージのさ、メーターみたいなところさ、普通さ、緑になってると体力があるってことじゃないですか。だからそこもなんか逆になってるっていうか、体力が減ったら緑色になるっていうね、そこもちょっとよくわかんない仕様ですよね。まあ、ちなみにこれ調べたところ、めちゃくちゃ危険らしいので、皆さんはやらない方がいいと思います。私はダイパいっぱい持ってるんで、まあ1個ぐらいもうぶっ壊れたっていいなと思ってでやってますけど、そこ注意してくださいね。まあでも、あのウパーの顔ね、ここの時のちょうどいい顔してるよこのバグに合った顔してるからね、最高だよあんたは。壊れてないかな、ちょっともう一回つけてみましょうか。
あ、全然問題なく普通にバグったけど何の支障もありませんので、フリーズするだけっていう感じかな。はい、でちなみにですけど、このバグはどうやらですね、食べ残しや火炎玉でもできるらしいですね、くっつき針の代わりに。まあ、で火炎玉って自分でダメージ食らうから、あのダメージを受けたみたいな文言出るのって納得いくじゃないですか。まあでも食べ残しって回復するやつですよね、なのに食らうのかなっていう、そこを結構疑問でしたので、今はね食べ残し取ってきました。ちゃんと私の数十個あるソフトから食べ残し探してきまして、この通りちゃんと持っておりますので、まあただちょっと弱いポケモンに持たせてみようか。それで持ち物預かるで、はい、食べ残し持たせていきます。それでそのダメージの減り具合も多分何分の1とかそんな感じでしょうけど、まあ、ズバッととかだったらすぐやられるのかなっていうところも気になりますので、まあ、ついでにねそこも見ていきたいなと思います。ちょっと弱めのポケモンで、19レベルのポケモンで行きましょうか。500円払っていきますよ。はい、ここで適当に入って、つうかさ、これ食べ残しでなるんだったらさ、食べ残しって結構一般的なアイテムじゃないですか。相当やばいバグじゃないですかこれ。地味になるかな本当に。餌あげますよ。はい、あげていく。食べている。逃げるんかい。はい、ウパに餌投げていく。はい、逃げ、なんで逃げるバカ。はい、行く。はい、餌投げる。来いよ、様子伺う。え、なんないじゃん。え、なんないじゃん。ちょっとじゃあアルセウスに持たせてみる。はい、餌投げていく。頼むよ。なんで逃げんだよ、クソかよバカ。はい、餌投げるよ。頼むよ。オッケーオッケー、いいよいいよ。なんないなんないなんない。え、どういうこと。じゃあやっぱ間違ってるってことなのこれ。いや、食べ残しでできないね。ということで多分これ間違いっぽい感じですね。火炎玉もやってみようか。じゃあはい、ということで、今現在ですね、マラつぼみ持ってきました。火炎玉持ちですね、持ち物ちゃんと。で、こいつを先頭にしなきゃいけないから、アルセウスのとこに交換と。これで行きましょう。お前何してんだって思われてんでしょうね、ここで。で、マラつぼみ3レベですから、まあ、その HP の減り具合っていうところにも注目したいところですね。はい、ここでエッサ投げていく。はい、どうなるか。頼む、来てくれ。頼むよ。様子伺う。あ、火炎玉では火傷になった。え、火傷になった。え、じゃあどうなんだ。え、やっぱり火傷になるんだ。食べ残しはだから何にもなんなかったよね、だから。え、じゃあ割と間違ってないっていう感じだよね。あ、やっぱ火傷のダメージ受ける。一旦ラグがあってのダメージを受けるっていう感じか。あ、じゃああれか、食べ残しはどうなんだ、回復するってことかな。っていうことはそういうこと、もしかして食らってる状態でいけば回復するってことかな。はい、餌投げて、どんどん食らっていきましょう。火炎玉で火傷になった。めんどくさいねこれ。一旦ラグがあるから結構ダリングですね。で、減り具合もやっぱりそれですね、一緒ですね。結局その火炎玉のダメージと、まあ火傷のダメージと一緒ってことかな。もういいよいいよ、進み具合いいよ。 OKOKOK、 これでダメージ受けていく。あともうちょい頑張れ、逃げんなよ、頼むから逃げないでくれ。やめろよ。あー、もう、あー、くそ、あー、あー、はあ、頼むから来てくれ、頼むから来い。オッケーオッケー、いいよいいよ。あと1回、オッケー、やられた。いや、ああ、こっちもなったちょっと今回は低いタイミングでなったからちょっと低い感じになってるかなさっきよりちゃんとなった。替え玉でもなりましたね。多分これどれでもなるっていうことなんかな、やっぱり。いや、でもこれってさ、割とあるケースじゃね。くっつき針とかってあんま持たせるようなイメージないけど、替え玉とかって持たせるケースありますよね普通に。だからそれ考えたら割と普通に起こりうるようなバグな気がするけどね。まあ、とりあえず起こると。だから書いてあること間違ってなさそうっすね、やっぱり。じゃあ最後改めて食べ残し効くかちょっとやってみたいなと思います。まずアルセウスね、今先頭にしてますけど、そいつのダメージをね減らしといて、そっから行きましょうか。それどうなるかね、ちゃんと効くか。さっきは満タンの状態で行ったので食べ残し効くもクソもなかったんですけど、てっきりそのバグが食べ残しで食らうとかそういう感じだと私は思ってたんですよね、勝手に。まあ、先頭でそのアイテムを持たせてると、そのアイテムの能力が発動するっていう感じっぽい気がしたんで、まあ、とりあえずここで1回ちょっと食らっといて、2だけ食らっときましょう。はい、でここでアルセウスさんに持たせていきましょう。この食べ残しですね、持たせて、いきますよ。またかよって絶対思われてるわ、気持ち悪い、このマニアックな男めみたいな風に思ってますよね、きっと。そんなのは気にせずいきましょう。ここで餌あげていきます。どうなるか、逃げんなよ逃げんなよ。おい、空気読まねえやつだなお前。餌投げる、いくぞ、頼む、来い。オッケー。あ、え、回復した。え、どういうこと。
そういうことか。回復したね、やっぱりちゃんと。じゃあ本当なんだ、そのだからこれのバグはやっぱりサファリパークで戦闘のポケモンに何か戻せて、まあ、その能力発動するっていう感じってことか。ダメージ食らうとかじゃなくて、もう一回投げたらどうなんだ。マックスじゃんこれ。マックスだったら、ちょっと待って、マックスの状態だとどうなんの。はい、上げて、そうするともう、あ、回復しないよね、やっぱ。だからさっきのゲージが出た状態で体力マックスになって、その次どうなるかっていうのを見たいですね。よしよし、適当に食らっといて、はい、餌投げます。2回連続で逃げられないようにしないといけないからね。逃げていく、バカじゃん。オッケーオッケー、これで回復した。1回目回復した。ここ逃げんなよ、逃げんなよ、頼むよ、逃げんなよバカみたいに。オッケーオッケー、ナイスナイス。これどうなる。あ、どうにもならないんだあのゲージが出た状態でただ継続されるってだけね別にここでバグったりもしないんだ、ビーって。じゃ、食べ残しの場合はこの後フリーズしたりとかはしないという情報が分かりました。これは非常に役立ちますね。で、また別のサイトでちょっと見てましたら、もう一つね、面白そうなバグありましたんで、それも試しにやってみたいと思います。どんなバグかっていうと、プレートを持ったアルセウスを先頭にして野生ポケモンと出会うとフリーズするバグがあるらしいですね。これも同じくあのサファリゾーンでできるらしくてですね、それもやってみたいと思います。え、つまりだから今ポケモンが、アルセウスおりますが、この持ち物預かるで、持ち物持たせるで、プレートですから何でも良さそうなので、鋼鉄のプレート行きましょうか。持たせた、ちゃんと持たせましたよ。それで行きましょう。で、ここで、500円で行きましょう。で、これはどうやらですね、まあ特に何も書いてないですけど、詳細は野生ポケモンに出会うとって書いてあるんで、もう出会った瞬間に何か起こるっていう感じですかね。多分ちゃんとアルセウス戦闘の状態ですので、どうなるか、果たしてどうなる、どうなる。いや、別に何もならないじゃん、全然フリーズしたりしないよ、何も起こんないよ。なんでやねん。え、餌投げるよ。じゃあ餌投げてみましょう。は、これ何か起こるか。は、わざわざアルセウス連れてきたのに。バグ起こんねえんだったら俺が起こるよ。ということで、検証結果、ダイパのくっつき針バグは危ないが魅力的でした。いや、ほんとこの世代バグがもうとてつもない数ありますよね。ゲームフリークさん、これについてはどんなへりくつ、キバリ言い尽くしても美談にはできないですからね。